来電26目標は、埼玉県秩父市の国道140号及び、埼玉県道210号中津川三部口、停車場線にあるループ線である。1996年寄港、1998年春、春九1999年5月に、土木学会、田中賞、プレストレストコンクリート技術協会作品賞、同年10月に、 平成11年度グッドデザイン賞を受賞している。また、橋梁工事発注後に、衣装設計をした、当時類を見ない橋梁であり、衣装設計を担当した、体制建設の技術者が、日本コンクリート工学協会賞を東京寮により、受賞している。滝沢ダム建設に伴い、水資源開発公団が、国道140号の中津川上流部を付け替えた、際、 下流側の原動と約120メートルの高低差が発生することになったため、ここを接続するために建設された。雷電の名称は、秩父地方に伝わる、霊弾坊伝説に基づいて1998年に創作された雷電坊物語という物語に由来する。26基の名称は、道路付け替えに際して移転を余儀なくされた集落の名にちなむ。 ループの中間部は山の斜面を削って路盤を建設しており構造上はこの中間部を挟んで大滝大橋と26基大橋の二つの橋に分けられるが全体で一つのループに見えるようなデザイン上の配慮がなされている二つの橋の中央部は共に直線であり全体としては中津川を渡る二つの橋を中間部のカーブでつないだような線形を描く さらに、時間の経過とともに発生する雨水などによる、コンクリートの汚れを、汚す場所と汚さない場所を意図して作ることにより、デザインに取り込むように工夫されている。また夜間走行の安全性と環境への配慮を両立するため、街路灯は低焦度のものが橋の側壁に埋め込まれている。中間部には駐車場と公衆便所のついた展望スペースがあり、 26期望鏡広場と名付けられている。またループ最上部にも小規模な展望台が設置され、いずれの場所からもループ全体と近隣の滝沢ダムを一望できる。全長345メートル、最大島百125メートルの PC ラーメン橋。標高の高い滝沢ダム側から降りてくる際に最初に通る橋で、位置的には下流側となる。名称は、 橋の場所が、秩父市合併前に、大滝村であったことに由来する。全長270メートル、最大島町75メートルの PC ラーメン橋。中間部より低い標高にあり、位置的には、滝沢ダムに近い上流側となる。名称はかつてループ終端部にあり、道路付け替えのために、全戸移転した26基集落の名に由来する。前述の、 26基防橋広場には、橋の解説と並んで、26基集落に関する、説明板が設置されている。AB カンチレバー橋、新百選、来電26目標カンチレバー技術研究会、埼玉県で、ダムカードならぬ、橋カードが配布されています。一般財団法人日本ダム協会、2016年1月29日、閲覧。父風呂の道の駅、 観光施設で、ハシカードを集めよう。埼玉県、2015年3月17日、2016年1月29日、閲覧。ありがとうございます。